元気いっぱいに若手らしく頑張ります。南郷篠木キャンプ第3クール最終日スタート。話し合いながら、いろんなシチュエーションを、はい、やっぱ想定してやりました。あ、まあ順調に来てるので、はい、怪我なく終えれるようにしてしたいです。はい、まあ今日ブルペンでも隣で投げてる与田さんがいい球を放ってたので、自分も負けじと今日頑張りました。与田さんには感謝してます。ありがとうございます。
はい、まあ、今日のブルペンは、はい、伊藤さん、本当テンポ早いので隣でちょっと投げ急いでしまったので、うん、投げ急ぎね、はい、次は自分のペースで投げれるようにやっていきたいなと思います。いいな、話いい内容のブルペンでできてるね。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。いろいろですね。まずは左手の使い方だったり、体の開き、速いとか、ね、体が開きが速いとやっぱ腕も出てこないので、まず腕を走らせて、バッと走らせてから回るっていう、その後に下がついてくるっていうイメージだったので、ね、結構やりました。もうその都度その都度言ってもらって、まあ、実践してみて、僕が打ってみての感想を個人に話した上で、こういいねだとか、ちょっとこうな、ちょっと違うかなっていうのを、ちゃんと自分の感覚も意見を聞いてもらった上でこうやり取りしてるので、すごいいいところもたくさん今日で、ね、新しい感覚というか、こういう感じで。そういうところを意識してしながら打って打った時にすごい良かったなとか、そういうのがあったんで、そこをまたいろいろ話してやっていかなきゃなっていう感じですね。やっぱ意識してるうちはまだまだなんで、その意識、その試合中のピッチャーと対戦の時でもそんな意識してらんないんで、そのピッチャーと対戦してる時でも無意識でできるように。あとはもう反復練習かなっていう感じかなと思います。